ごかったです。でも最悪だから舐められてんのかなって。バッと入りますね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。せいせいです。はい、突然なんですけど、せいせいのワンナイトエピソードを教えてください。ワンナイトエピソード、まずそもワンナイトをマジしないから、もう遠い昔の話と思って聞いてください。ワンナイトっていうかキニピ同士みたいなで、ちょっとやっちゃったけどやっぱり違うと思って結局付き合わなかった人なんですけど、その人とちょっと間違えて先にやっちゃった時があって、その時は元カノを思い出したって言われて急にエッチ中泣かれた。最悪。そうだから無理かもと思って途中でやめて帰りました。あんまり良くはない。そう、いい思い出ではない。いい思い出ではないから、あんまりとかワンナイトはマジでない。リピーダータイプ。付き合ってからやる派ってこと、うん、とか、お別れしたけど好きでやっちゃうとかはあったかも、昔は。ちなみにそのワンナイトした人とのエッチはどうだった？でも最悪だってさ、泣かれた瞬間もうこっち乾燥、まず砂漠になっちゃって、みたいな、あれと思って。その後その人とはもう一切連絡も無視しました。まあ許せないと思いまして。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ワンチャンしたことありますか？あります。ありがとうございます、はい。ちなみに最近のワンチャンはいつですか？最近のワンチャンやってないな。全然2年前ぐらいですね。おお。じゃあその時はその人とのエッチどうでしたか？なんか下手すぎて。なんでそうなったの？いや、なんかめっちゃたまたま飲んでて別宅にいて、別にそんな話してもないのになんか一人で気づいたら。気づいたら。その人とはじゃあ発展とかはなかった？ないし、そもそも名前知らないです。あ、名前も知らないよね。名前知らないし、逆にアイミンチ呼んだんですけど、アイミンチも取れなかった。うわ、最悪。エッチも下手なのに。エッチも下手なのに。じゃあ最近はないってことで。最近はないですね。してます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ちっちゃんのワンナイトエピを教えてください。ワンナイトエピ？うち結構面白いって思ってて、自分で。なんかその若い頃とか高校生の時とかにそういう雰囲気になった男の人がいるじゃないですか。したらなんか途中こうやってやっぱ遊んでる時に、途中までは行こう行こうみたいな、自分の中でこう好奇心とかもありつつだから、こう盛り上げて行くんだけど、じゃあホテルとか着いた時に、うわ、やかもとかと思ったら帰っちゃう、普通に。なんか例えばちょっとそういう雰囲気になって、じゃあチューとかしてとかってなって、それでもなんか気分が乗らない時とかさ、なんか生理的に無理なパターンとかってあるじゃん。でそういう時はもう、あ、ちょっと今日そういう感じじゃなかったわってそのまま帰るんですね。え、ちなみにそれは直近でもあったりしたんですか、最近？ない、それはない。なんかそういう好奇心が最近あんまないから、そういうことは全く持ってないんですけど、昔は多々ありましたね、本当3人ぐらいあって、いや、ちょっとごめん帰るわみたいな。え、でも逆になんかワンナイトで発展した人とかいなかったんですか？あー、なんかいいかもみたいな。でもそれってなんか顔がタイプだったりとか、それも高校生の時なんだけど、ただワンナイトっていうつもりだったけど、その後も別に付き合うとかじゃないんだけど、なんか遊んでる時にちょっと連絡したりとかそういうことはあったかも。ちなみに内容はどうでしたか？良かったか、まあ別にみたいな。うちは別に嫌だった。嫌だったけど、嫌だったっていうか、そんな良くなかったんだけど、シンプルに多分顔が好きだったっていうのがあって、別にそれ目当てじゃなくて、シンプルに仲良くなったっていう感じでした。ありがとうございます。はい、以上です。お疲れ様です。お疲れ様です。みえさんどうしたんですか？なんかボトックス打ったら喋れなくなったんです。本当にやばい。口開かない？はい、開かないんで、気にしないでください。はい、そんなみえちゃんに質問があるんですけど、はい、ワンチャンしたことありますか？ワンチャン、あ、1回だけあります。え、そのエピソードちょっと聞きたいんですけど、はい、いつのお話ですか？去年か2年前ぐらい。渋谷でなんかベラベラすぎてちょっとやばかった。超絶イケメンいたんで、あ、タイプだったのね。はい、その人とはさ、別に発展しなかったの？いや、なんかちょっとめめしくてなんか惚れちゃったらしくて、
ミエに。あ、逆にね。こっちはちょっともうその日だけでいいやみたいな感じだったのに、うん、なんかミエちゃんミエちゃんみたいな感じだったから引いちゃいました。その人とのさ、はい、あの行為はさどうだったの？本当に正直酔っ払いすぎて、あんま記憶のないエッチしちゃったってこと？ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。アンジャちゃんがワンチャンしちゃった時のエピソード教えてほしいです。アンジャも言いたいんですけど、あのワンチャンすることが本当にないんですね。まあ、そういうのは。マジでいい感じとか結構時間かけてくタイプなんでです。え、じゃあさ、めっちゃタイプの人とかにさ、なんか一緒に帰ろうとか言われてもなし？え、なんか疑いの目の方が勝っちゃってだから舐められてんのかなってまずなっちゃうんで、的にプライドが高すぎて自分らから先行で行きたい派だと思う、多分。ああ、いいなと思ったら。そうだから、その人にもうその人しか多分見てないと、他の人がいてもワンチャンじゃなくてその人はが飲みにいるから行くとか、そっち系だと思う。なんかワンチャンじゃない、狙いと食べてる。質問は以上になります。ごめんなさい、なんかすいません、なんかごめんなさい、また答えないんですけど。ありがとうございました、はい。まあ、好きな食べ物はまあイチゴとかですね。ありがとうございます。バイバーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません。質問があるんですけど、はい、ワンチャンしたことありますか？ワンチャンはないです。あ、ない？はい、一回もないです。え、じゃあもしワンチャンこれあるかもみたいな雰囲気になったとしたら、ありですか？なしですか？なしです。なし？はい。なんで？付き合ってない関係でそういうの出されたら、そういう風にしか見てないんだなみたいな、その人がいろんな人にはそういうこと言ってんだろうなってなっちゃって、いやもう無理だなってなっちゃうんですよ、すぐ。せーの。じゃあもうワンちゃんもワンナイトも絶対無理。絶対無理です。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ワンちゃんしたことありますか？ワンちゃんってワンナイトってこと？ワンナイトとか。まああります。え、でも本当にまた入りますね。いつ出会った人ですか？え、全然昔からの友達みたいな、なんかそういうつもりじゃないんだろうなって普通に思ってたら、まさかのそっち系かみたいな。え、その飲みのタイミングでみたいな？いや、うん、違う、普通に遊びのタ遊んでて。え、そうなっちゃったんだ。その人とはなんか別にそれ以降発展しなかったの？で、しないし、なんかもう会いたくなくなっちゃって、なんかもう友達だったのうわって思って、まあ、自分もいけないんですけど、なんかもしまた次遊んでそうなったら嫌だなって思って。確かに。もう連絡来ても結構すぐスパッて切っちゃいます、その子から。じゃあ男女の友情はその人とは成立しなかった？しないですね、なんか嫌だった。ありがとうございます。お疲れ様です。ミミです。ミミちゃんのワンチャンエピを教えてください。ワンチャンエピだ。待って、私最近ワンチャンしてない。どうだろうな、私ワンチャンっていうよりも結構リピートの方が多いから。え、恋に発展することはないんですか？あ、でもするパターンもありますし、なんか好きなのにやっちゃってセフレにされちゃうとかもあるじゃないですか。そういうの嫌だからちょっとね、手をあんまり出さないようにしてる。やらない方がいいかなって、好きなんだったらやらない方がいいかなってことを最近すごく大事にしてます。確かに。逆になんかワンチャンした相手に対して、はい、なんかマジでつまんなかったわとかあります？あー、でもびっくりするほどちっちゃいみたいな。はい、きます。おかわりしなかった。でもね、しょうがないことなので、まあまあまあ、はい、まずよかったですと伝えてあげますもん、それは。お疲れ様です。お疲れ様です。ゆきのです。ゆきのちゃんに聞きたいことがあるんですけど、はい、ワンチャンしたことありますか？あります。もう若い時。いつぐらい？22とか1。その人とは何でそうなった人ですか？え、何やろ。これ分かんないですね、今になったら。でもワンチャンっていうか、なんか基本気になってて2人で出かけてみたいな、うんうん、付き合う前にそういう関係持って、それ結構相性大事系の女なので。え、分かる。めっちゃ。え、だからその相性次第でちょっともうバンって付き合います。え、じゃあその人とは発展しなかった？
しなかったですね。ちなみにその人時、その人の時のエッチはどんなエッチだったか覚えてない。覚えてない。覚えてない。ノーマルなんじゃないですかね。ノーマル。彼氏さんとはどうですか。彼氏さんとは順調ですよ。順調ですか。はい、じゃあまた素敵なエピソードがあったらまた聞きたいと思うのでその時お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。エッチです。とレチちゃんに聞きたいことがあるんですけど、ワンチャンしたことありますか？なくはない。じゃあそのしたことあるってことなんですけど、はい、いつですか？2年前。2年前のくらいですね。2年前くらいです。その人とは発展しなかったんですか？いや全くです。どこで出会った人？クラブです、ね。普通に2人ともお客さんで行ってみたいな感じ。あ、そうです、普通にお客さんで行って目合うな行くみたいな。それはさ、お互いの友達とかにはさ、なんて言うの、そういう時。一緒に帰りました。え、どういうこと？その行った女の子も男の子を一人できて、あ、4人で帰りました。え、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、でももちろんあの帰ってから恋をしたんですけど、一緒にいる時にはしなかった。一緒にいる時にはさすがに。ちなみにその人とエッチした時はどんなエッチだったの？すごかったです。すごい筋肉痛になりました。どんなプレイ？衝撃的でした。これやって筋肉痛になることあるんだみたいな。確かに。ありがとうございました。ありがとうございました。カオです。とカオちゃんに質問があるんですけど、はい、ワンチャンしたことありますか？え、それはない。ない？一回だけってやつですよね。うん、別に付き合わへん買ったはあるけど、え、それはないです。それはないんだ。ない。ちなみにセフレになっちゃった人はなんでそうなっちゃったの？好きじゃなかった。あ、かほちゃんが好きじゃなかった。はい、ちょっと違います。え、じゃあその人とのエッチはどうでしたか？楽しかったと思います。ちなみにいつのエピソードですか？高校生とかのまだ恋愛うぶな時にの失敗エピソードみたいな感じかな。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です、ゆみです。ワンチャンしたことありますか？ワンナイトだ、うん、はまだないです。まだないんだ。まだない。え、もしそうなったらありですか、なしですか？ゆみは付き合ってからがしたいけど、友達がしてる分には何とも思わないし、別に好きならいいんじゃないって感じです。うん、え、自分がこの人いいなって思う人でもなし？うん、いいなって思う人か、この人以外これ以上好きになることないぐらいだったら、まあ自分が後悔するぐらいだったらいいんじゃないですか。まあ今後あるかもしれないからね、そういうことが。あるかもしれないのか。え、でもキスも拒んじゃうから。え、そうなんだ。なんか付き合う前にされそうになると、なんかちょっと避けておでこだけ合わせてってしちゃうから。おでこだけ合わせてやばい。おでこだけ合わせてちょっと避けちゃうから、できれば付き合ってからまでは、まあ抵抗したいですね。じゃあ今のところはまだワンチャンしたことはないってことですね。まだないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。リオンです。リオンちゃんに質問があるんですけど、はいはい、ワンチャンしたことありますか？ワンチャン？うん、ワンナイトとか。あ、ワンナイトでもいいけど。一回だけあります。おー、ガチのワンチャンだ。ガチの。え、ちなみにその人とのエッチはどんな感じでしたか？どんな感じ？え、でもその日出会ってっていうのがあんまり嫌なタイプで、その知ってる人とかちゃんと関係がある人としかそういうのできないタイプなんですけど、でもその人はなんか一目惚れみたいな感じで、うん、あ、リオンちゃんが。あ、そうです、うん、そうです。で、自分からあんまり行くことないんですけど、なんかすごい気になってみたいな感じやって、でもなんかいい感じでした。発展した？いや、発展しなかったです。しなかった。なんかあんまりなんかそんな付き合いたいとかそういう感じでもなかったんで。じゃあ最近はまあないってことで。最近はないです。もう何年も前の話です。もっと若い時。はい、今日もこの動画見てくれてありがとうございました。このチャンネルが良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。